ヨータ、音楽やめてほしい。は？ヨータはいつまで音楽するの？いつまでって期限なんか設けてない。このまま売れずに30歳になるの？そんな言い方やめろ。売れるために頑張ってるから。でも売れてないじゃん。何が言いたい？音楽やめて就職してほしい。それは無理。なんで？もう売れる見込みないじゃん。やめろよ。それでも彼女かよ。彼女だから言ってるんだよ。私いつも言ってるよね。早く結婚したい。女にはリミットがあるの。子供だって産みたいの。30歳以上で子供を産んだら元気じゃない子供が生まれる可能性もあるの。そういうニュースとか見ると不安になって仕方がないの。それはわかるけど今はできない。応援してくれるファンだっているし、今すぐリナとは結婚できない。じゃあ別れるよ。私結婚したいもん。今勤めてる会社だって辞めたいし、専業主婦で子育てに専念したいもん。それは叶えてやれない。じゃあ別れるの？それは別れたくないけど、リナがそう強く望むなら仕方ないことだと思う。なんでそんな人事なの？人事じゃないよ。本当は付き合い続けたいし、将来結婚したいと思ってる。俺が悪い男なら嘘をつくよ。今すぐ結婚してやるとか、元気な赤ちゃん産もうねとか、そんな嘘つきたくない。何美談にしてんの？売れてないクズのくせに偉そうなこと言わないで。そんなこと言う暇があるなら売れる曲作ってよ。私を楽にしてよ。もう限界だな。そんなこと言われてまで俺は付き合いたいと思わない。別れてほしい。あ、そう。もういい。じゃあね。うん。3ヶ月後。ヨータ、今何してる？どうしたの、リナ？謝りたい。はい？3ヶ月前ヨータと別れる時に私ひどいこと言った。当時は石になって謝らなかったけど、今はすごく反省してる。本当にごめんなさい。もういいよ、別に怒ってないし。なんで？俺が売れてないのは事実だし、リナにがっかりされるのも当然だと思う。だから全然怒ってないよ。よかった。ずっとずっと心残りだったの。ヨータとはずっと仲良かったし、あの時たまたま口論になってそれで別れちゃってごめんね。やっぱり私にはヨータが必要。今からまたやり直せないかな。ごめん、もう付き合うのは無理だと思う。なんで？もう彼女できた？いや、そうじゃない。じゃあなんで？リナの結婚願望はまだあるよね。もうないよ。ただ会いたいだけ。本当に？うん。いろんな男性に会ったり飲みに行ったりしたんだけど、ヨータ以上に好きな人なんていないの。付き合うのは無理だって分かってるけど、やっぱり定期的に顔は見たいかな。お願いします。なるほど。飲むくらいならいいよ。本当？うん。ありがとう。今日会いたい。いいよ。いつもの焼き鳥屋行く？そうしよう。俺もちょうど食いたかった。だよね。じゃあ仕事終わったら連絡するね。へい。翌日。やっぱヨータだよ。ん？もう最高。昨日のエッチそんなに良かったか？うん、好きすぎた。もうヨータ好き。顔が好き。顔だけかよ。うん、二重幅綺麗だし、肌綺麗だし、輪郭小さいし、全部好き。結局顔じゃねえか。なんか前よりかっこよくなった？一応化粧水とか乳液とか始めた。そうなの？うん、さすがにアラサーになってきてふげ始めたから、アンチエイジング。だからか。なんか同世代の男と比べたら全然違うもんね。みんなジジイだよ。まあ一応人前に出る仕事だしな。売れてほしい。今も本気でそう思ってる。ありがとう。俺頑張るわ。陰ながら応援してるね。おう。1週間後。今日のライブってまだチケットある？ある。来てくれるのか？うん。助かる。ちょうどノルマ達成だ。よかった。ちなみに今日って時間ある？今日のメンバーだと打ち上げないと思うから時間全然あるよ。じゃあ終わった後会いたい。俺もそのつもりだった。嬉しい。じゃあまた連絡する。うん。翌日。昨日ありがとう。おかげでリフレッシュできた。俺も。またいつでも行っていい？仕事とバイトの時間以外だったらいいよ。嬉しい。あんまり他の女の子と遊ばないでほしい。遊んでないわ。嘘つき。私若いもん。私以外の子は家に来てるよね？来てません。絶対嘘だって。形跡あったもん。本当に？うん。どこ？ハイアウト。え？本当にないならどこって聞かないもんね。引っ掛けやめろ、ずるいぞ。でも仕方ないよね。私は彼女じゃなくてセフレだから。もう
彼女には戻れないもんね。やめろってそんな言い方。冗談だよ。私も普通にいい人いるし。そうなの？うん、社長さんに気に入られてる。ああ、言ってた人か。そう、毎日 LINE 来る。玉の腰じゃん。そうだよ、ヨータが早く売れないからだよ。悪かったって。じゃあまた LINE するね。の1ヶ月後。ヨータ、久々に会いたい。最近連絡なくて寂しかった。会うのやめよう。え、なんで？リナ、結婚したんだろ？え？誰かは知らないけど、多分例の社長さんだろ。さすがに既婚者とは遊べないよ。ごめん、言うの遅れた。うん、そうだよ、例の社長さんと結婚した。全然好きじゃないけど、お金あるから結婚した。仕事も辞めて今は本当に暇なの。だから全然会えるよ。いや、時間の問題じゃねえよ。普通に不倫になるだろ。バレたら不倫になるよね。バレるまでも不倫だよ。最近はコンプライアンス厳しいから、既婚者には絶対手出すなって言われてる。私の旦那は鈍感だよ。仕事 100% の人だし。関係ない。じゃあな。お願い、飲むだけ飲んでよ。飲みで終わらないだろ。バレた？バレバレた。じゃあな。うん。数日後。暇、超暇、何もすることない。お願い、飲み相手になって。ごめん、忙しい。嘘つき。本当だよ。うん。1週間後。最近ライブないの？あるよ。行きたい。久々にヨーダの歌聞きたい。やめといたら？なんで？歌聞くのもダメなの？集客になるよ。本当にライブだけだぞ。うん。飲みとかその後もなしだぞ。約束する。わかった。じゃあ来てほしい。やった。いつどこに行けばいい？今からバイトだから詳細また送る。はーい。数日後。ライブ面白かった。ヨータ歌うまくなってた。おー、ありがとう。でも飲みに行ってくれなかった。当たり前だろ。やっぱヨータ見てると薄く。は？ジンジンする。やめろ。もう本当にやばい。頭ではダメって分かってるけど、本能的にヨータを欲してる。嬉しくないわ。なんでよ。もうね、旦那じゃ無理なの。ハゲてるし臭いし、ただお金持ってるだけ。それすごいことだぞ。マジで無理。ヨータがいい。今から家に行っていい？ダメだ。女いるの？いない。じゃあいいじゃん。ダメ。出発した。は？待っててね。30分後。ねえ、開けてよ。いや、マジで来たの？うん、ピンポン押してるよ。俺、家にいないよ。え？どこにいるの？友達の家。絶対女じゃん。友達だって。無理、帰ってきて。それか場所教えて。リナが家に帰れよ。やだ、さっきエッチしようとしてきたの。ありえない。夫婦なんだから当たり前だろ。無理無理無理、あんな獣絶対無理。さっき髪とか肩とか触られて寒気して逃げ出してきたの。せめてそこを触ってよ。ヨータで塗り替えてよ。無理だって、帰れよ。本当にそこにいないし、今日は帰らないから。分かった。1週間後。ねえヨータ、相談がある。ごめん、無理。今回は真剣なの。マジで大事な話なの。なんだよ。子供作らないとダメになった。あ、頑張れよ。違うじゃん、あの旦那との子供だよ。ありえないじゃん、あんなブスの子供なんか。じゃあ離婚しろよ。それは無理だよ、私だって生活があるもん。じゃあ産むしかないだろ。そうなの、もう実質的に産まないとダメなの。じゃあ何の相談だよ。子供は産むの。でもそれはヨータの子供を産みたいの。は？そこで緊急なんだけど、今日どこかで会うタイミングある？どんな簡易的なエッチでもいいから、私に種を飛ばしてほしいの。できれば今日から毎日したい。で、無事妊娠したタイミングで旦那と一回だけ我慢してエッチする。それでヨータとの子供を旦那との子供にしたいの。もちろんヨータに認知は求めない。金銭的な要求も一切しない。私はただヨータの遺伝子が欲しいの。大切な自分の子を愛するためにも、あんなムスな旦那の子供は愛せない。しっかり可愛い子を産みたいの。それにはヨータが適任なの。ねえお願い、
私と妊活してくれない？いや、無理だろ。なんで？倫理的にアウトだろ。バレなきゃアウトじゃないよ。バレたら終わりだろ。それに俺はそんなこと望んでない。なんで？子供産めるんだよ。それに絶対気持ちいいよ。ヨータにしてみたら責任取らなくていい、気持ちいいエッチができるんだよ。しかもこの私に。こんなの最高の条件じゃない？最悪の間違いだろ。なんで俺がタクランの片棒を担ぐんだよ。ヨータには今お金がないじゃん。ずっと音楽を続けるなら一生お金のない生活かもしれないよね。だったら一生自分の子供の顔は見れない人生かもしれないんだよ。本当にそれでいいの？本当にそのままでいいの？自分の遺伝子残したくない？他の人と遺伝子を残すならお金も労力も必要だけど、私とは必要ないよ。だって無責任でいいもん。私はヨータの遺伝子が欲しいだけ。ただ提供してくれるだけでいいの。こんな好条件他にはないよ。ねえお願い、時間がないの。今から行くね。来たら旦那にチクるぞ。え？連絡先こそ知らないけど、どこの誰かは知ってるし、住んでるマンションも知ってる。だからこれ以上言ってくるなら俺は本気で通告するぞ。やめてよ。じゃあそっちもやめろよ。嫌よ。だってあんな旦那との子供を産むくらいなら離婚する。じゃあ離婚しろよ。嫌だ。だって離婚したらまた仕事しないとダメなんだよ。頑張れよ。嫌だよ。仕事辞めるために結婚したんだから。じゃあ旦那の言うこと聞けよ。私に拒否権はないの？あるけどしないだけだろ。旦那に全生活支えてもらってんだから、多少は言うこと聞いてやれよ。出産は多少には入らないよ。じゃあ離婚しろ。離婚したら付き合ってくれる？は？離婚して私の子供産んでよ。だったらいいよ。それなら離婚するよ。金に苦労したくないんだろ。もういいよ。離婚するときにたっぷりもらう。それでヨータとの子供が生まれたときに養育費もたっぷりもらうから。それでいい？だから赤ちゃん産もう。ねえお願いだから。数日後。全部失った。離婚したの。旦那も失ったし、お金ももらえない。というかお金取られた。無駄遣いしたとか不倫したとか言われた。ねえどうしよう。私何もないよ。ヨータしかいない。ねえ返事ちょうだい、ヨータ。ねえヨータ。全部聞いたよ。マジで大変だったらしいな。そうだよ。どうしよう。とりあえず家に行っていい？二度と連絡してくるな。え？リナと関わるとろくなことがない。もうお前とは会わないし、やらない。ひどい。全てを捨ててヨータを優先したのに。違うだろ。全部失って何もなくなったから俺のところに泣きついてるだけだろ。違うもん。もうライブも来なくていいからな。やだ。スタッフにも伝えとく。やめてよ。暴れるよ。だったら余計で気にできるわ。ありがとう。やだ。じゃあな、さようなら。晒してやる。あんたを晒してやる。後日談。こんばんは、ヨータです。この後リナは僕のことを週刊誌に訴えてきました。既婚者に手を出した歌詞という名目で僕のところにも取材が来ました。しかし LINE のスクショやその他様々な証拠により、僕の潔白が明らかになって、リナがヤバい虚言女ということが全国に晒されることになりました。自業自得ですね。なお、この件がきっかけで僕の音楽が注目されて、今ではバイトをせずに音楽だけで食っていけてます。回り回ってリナには感謝しなきゃですね。